待ってろ。はい、リオン、OK、あ、リオンじゃねえや。はい、ここ後期開始します。後期はい、何個やったのさっき。もっとです。意識が足りない。もっと、はい、後期ね、これ当たる瞬間しか加重してないから戻れないんだよ。ほらほらほら、ちょっと待ってて。はい、後半なんだよ後期。それじゃあエッチングが後半なんだよ。ほらほら、いつまで長く乗るんだよお前。後期バター。はい、できたろうよ。あ、ねえのか、ボールが。ここ戻す。戻す。ここ、このね、当たれない時ってやっぱターンが長くなっちゃってるからなんだよね。そう。ちょっと待ってて。動け、もっと。なぜ荷重をしない、後期。棒立ちなんだよ。膝曲げろ、もっと。
戻せ、戻す、ああ、戻す、オッケー、頑張れ、ほら、できる、できる、オッケー、できるじゃねえか、もっと動ける、お、パワーなくなったか、よし、頑張れ、はい、お、ほら、できるじゃねえか、お、久しぶりにまともに行った、はい、戻す、そう、戻す、 OK、 戻す、はい、戻せ、そう、ずれても一回戻す、そうすると体回らない、ほら、いけるじゃん、戻せ、よし、 OK、 よし、外を下げながらだぞ、何度も外を下げながら入る、で早めに戻す、戻す動きをしっかり早くね、はい、よー、はい、リオン2セット目の2本目、ちょっと細かめです、はい、はい、みのり2セット目の2本目、いかがで10ぐらいかな、10ないかもしれない、だから前半のきっかけ作りが遅くなって遅れちゃうんだぞ、 OK、 だからとにかく荷重、可動付け荷重、ターンマックスは一瞬だからな、 OK、 一瞬なんだよ、それ頭に入れて、で当たった瞬間に真ん中戻さないとよ、はいよ、しっかり手首返して、
首しっかり使いなさい。で、できるだけ早く戻す。いい、真ん中に早めに戻してから外スキー使わないと。戻してすぐ外、戻してすぐ外、その繰り返しだよ。いいよ、遠い。やっぱりね、あの位置に外足を持ってくんだったら体もうちょい寄せないとダメだ、外側に。やっぱそれでシェールにしちゃってるもん。で、外スキー逃げるってすごい悪循環になっちゃってるから、もうちょいやっぱり外スキーの方に体寄せてしっかり乗ることを意識した方がいいよ。寄せる、しっかり。しっかり、コーキー、よし。それともおさむさんのセットがいいのか。よっ、強くいけるよ。そう、強く強く、そうだ、強く
速だな。ちょっとこの全体はすごい良くなったよ。はい、ここを戻せ、我慢。 OK、 ここまでいいよ。スタートもしっかりね、スタートもしっかりやってる。はい、みどりさん、クール。そう、調子が、よっ、強く、オッケ速側がもうちょっとやっぱり下げながらの方がいいかな。下げて当たる、下げて当たる。だから左外側終わったら、まずはもうやっぱり右に下げながら切り替えてくるぐらいの気持ちの方がいいかな。はい、もっともっと、はい、ここ肘と体近いのは一緒だよ、今までと。 OK、 それは忘れちゃダメだぞ。 OK、 ちょっと待って、よし、でもよくなったよ。はい、いいよ、よし、下げろ。そう、リオンちゃん、よくなったじゃん。はい、ここそう、戻す、
直して、そうだ。そう。ほらトップ入ってくるじゃねえか、みのり。そう。はい。しょ。